して佐藤、5秒切った、時間がない、佐藤どうする、あと2秒だ、佐藤ここで打つ、あー、タフショット決めた、富樫回して翔太、一旦外へ、佐藤この距離で決めてきた、逆転、ディープスリー系でしたね、スリーポイントラインから少し離れたところ、千葉逆転に成功です、88対86、シャノン翔太選手でしたかね、アシスト、はい、思いますね、まあ、自ら の, 持ち味も活かせてますね、はい、須藤が行く、ブロック、あ、ナイスブロック、佐藤拓真のブロックショット、センター能力が高いですよ、彼は、12得点、ファンフェイからダンカン動かして佐藤拓真、4点プレー、佐藤拓真シュートコンテストに行った石井ですがちょっと遅れました、まずベンドラメが来た、あっと、うわー、うまい、クリー、佐藤レアプレー、タッチが作ってくると思われます、この時間帯、まずはゲーム飛び込んでいった、うわ、佐藤、佐藤拓真が乗ってる、右サイド佐藤が飛び込んでいった、飛び込んでいく、うわー、負けませんでした、すごいサーカスショットでしたね、いや体の強いダーラムがついていました、その脇からさらにここに来てやっぱりプレーテンを伸ばしている、素晴らしいですね、いいことも、佐藤がエンドワンとして吠えた、いやいい男だなんというこの第4クォーターの立ち上がり、見応えしかありません、あーもう吠えまくってましたね、そうですね、まだ会社と外にいる辻、おお、ムーニー体を当てるが、ブラックシア、ハッチとしていただきます、守る守る、その後ファウルなんだ、佐藤拓真さすがですよね、あ、先ほどのルーズボールといい、はい、ここからです、あ、いいブロックショットですよね、さっきの選手こういうのができるからやっぱチームに必要不可欠なんですよね、